食べたんですよ。なのにまだ9時半で早いなって思いました。最高やん土曜日。マシュマロありがとう。寒い。キュピちゃんだよキュピちゃんだよキュピちゃんだよ。聞こえしてちょっと寒すぎるから無理だ。寒すぎている。てかね、座布団欲しい。今日が地べたになんかクッション引いてショールームしてるんですけど、それちょっとずっと座ってると痛くなっちゃうからさ、座布団が欲しい。座椅子、ソファーが欲しいんですけどね。ほんまは4時あるよな、そういう日。今日もこの間それぐらいまで寝てたことあるな。朝まで起きてたらね。ハートマシュマロありがとう。でね、今タピオカ飲んでます。くら寿司行ってきた。いいな、くら寿司行きたい。今日も あとマシュマロありがとう。X あげたのでみんなコメント待ってます。今日あーやさんとみおさんと写真を撮っていただきました。マシュマロありがとう。聞こえして聞こえして。ちょっと寒いから無理3つ寒いから無理、お腹いっぱいやから無理、眠いから無理。焼き込み、まだって今日あれやもんな、土曜日やもんな。あ、ムーク結婚してきてた。ちょっと寒いから無理。そう、ホログラム2ポジ目でした。よく気づいてくれましたね。すごい、今日は対象でしたね。ゆきさん、ゆきさん言ってるのシャシャンバレてたバレてましたバレてましたね。今日もゆきさんとたくさんお話できて幸せタイムでした。大好き。マシュマロキャンディーありがとう。レンボスターありがとう。時計のカチカチをね、寝そうになる。うわ、確かにちょっとわかるかも。そんなことはないけどマシュマロありがとう。13日待ってるね。キャンディーありがとう。うわ、お水買ったらシャシャンでした。いいな、ちょうだい。定点見たら場所にいなくて、確かに逆側におったかもね。かわいい。懐かしい、あの MC 楽しかった、めっちゃ。お疲れ、ありがとう。ペンライト振りました、ありがとう。あ、そう、きょうちゃんの声わかった。変な声出してたでしょ、かなんかウィーみたいな、何言ってたか忘れちゃったけどフフフ。来週のトークね、楽しみ、いっぱい喋ろうね。マシュマロキャンディーありがとう。びっ
くりびっくりでしたね。隣から手伸びてきてるなって思ったんですよ。でも入ってた時隣でもなんか手上げてるような気がして、ちょっと視界に入ってきた、あれと思ったらやっぱそうでしたね。そう、積むやつです。今日もね、ずっとやってた。積み。今年もひょうちゃんに会いに来てね。ハートありがとう、マシュマロありがとう。ちょっと今日寒いな。寒すぎる。マシュマロありがとう。そう、自分でもびっくり、ひょうちゃんがゲームにハマる日が来るとはって思いました。でもやっほー寒い。そう、雪降ってた、びっくりした。今日途中でコンビニ行く時になんかちょっと雪降っててテンションが上がりました。マシュマロありがとう。そうです、ルカさん寂しい。なんか時間がない公演のオリメン全員が大好きすぎて、だからもうほんまに悲しいんですよね。なんかオリジナルメンバーのユニットが大好きだし、ポジションとかもなんかこのなんか方のここの歌割りが好きとか、このポジションのここが好きっていうところが多すぎるから悲しい。これ横にどうにかならんかな。なんか満足いく髪型になってきひんねんな、毎日多いんかな横毛。研究しよう、研究生やから研究しよう。マシュマロありがとう。そう、あやさんポジの時によく僕らをつなぐものでね、頭ポンポンってしてくださってて、それがめっちゃ嬉しかったんですよ。毎回キャンディーありがとう。ね、ユニットやりたい、もう全部やりたい。ちなみに聞こえして、ちょっと寒いから無理です。もうちょっと暖かかったらな。まさかの今日3度とかで、さっき見てみたら寒すぎるなとは思ったな。だから今日時間なさすぎて、いつもなんか最近気温見るようにしてるんですけど、今日見てなくて日差しだけで決めたんですよ服装。寒すぎてびっくりした。めっちゃ天気良かったからこれはあったかいわと思ったらめっちゃ寒かった。帰りはありがとうございます。音符ありがとう。理想の結婚相手ってどんな人の、シャンシャン以外、じゃあゆきさん。はっはっ。キャンディーハートマシュマロありがとう。そう、アップルも一緒にやりたいし、一緒にやりたいし。でもプレシャスはもうずっと言ってて、ほんまにもう絶対にプレシャスやりたいし。
え、でも転生も可愛いから大好きやってみたいし、もう高校生も絶対にやりたい、やりたい。空の青さはめっちゃ歌うまくなったらほんまにやってみたいです。ハートありがとう。あとはギターですね。ギターを習得したらぜひやりたいですね。ハートありがとう。今日リップ薄いな。覚える前にいくらいちょうだい、愛されたような気がしたいのよ。あ、伊勢神宮ね。あ、じゃあ山村さくらプリンだ、来たくんだよって。プレシャスやりたい、もうほんまにずっと言ってる、ずっと言ってます。ほんまにやりたいです、いつか。ほんまに、もうほんまにやりたい、大好き。え、でもユースコールも大好きなんですよ。でもユースコール大好きなんですけど、自分がやるのは違うかなってちょっと思ったりする。でもリボルバーやりたい、あと流星やりたいし、エクスプロージョンもやりたい。エクスプロージョンの水色やりたいんですよね。めっちゃ衣装とかめっちゃ可愛い。あと流星めっちゃ曲が好きで、リボルバーやりたい。え、あと今日が横浜やりたい。めっちゃめっちゃ横浜やりたいんですけど、めっちゃ曲が好きで、なんかすごい見せて楽しくなる。振り付けも曲も衣装もめっちゃ可愛いし、え、だからもう全部やりたくて本気で。でも全ユニットに出たい、もう本気でユニットやりたい、やらせてください。でもなんかよく言ってるけど、なんか結構チームアンダーに最近ずっと出てるじゃないですか。だからなんかもしユニットができてたら、なんか全部やって全部できてそうってちょっと思ったりした。それは無理かな、分からんけど、でもなんかやってそう、なんだかんだで。一人二人とかのやつはちょっとあれかもやけど、できてそうと思いまして、ユニットしたいなって思います。毎日毎日そう、フェス公演の時もね、ずっとユニットがしたかった。だからもうやりたい曲全部やりたいなって思います。可能性が あるやりたいユニットはあれです、狼とプライド。狼とプライドやりたい。うん、そうなんよ。やよと喋っててびっくりして、ユニットできんのって。逆に向こうは、え、ユニット出えへんのって。そうですよね。そう、あの狼とプライドやりたいけど、そうすると思い出以上ができなくなっちゃうから、思い出以上やってもう吐けずにってやるしかないな。衣装が合わなさすぎる。でもほんまに狼とプライドめっちゃやりたい。狼とプライドを選べるなら狼誰として、え、ゆきさん、ゆきさんがあの14周年の時にやってたから、すごく可愛かったからゆきさん94日、すごい、あと6日で100日、やった。100日っていつ、100日っていつですか。プリシャスやりたいよ。マシュマロありがとう。キャンディーありがとう。
あ、きょうちゃん待ち時間作る、あり。ちょっと枯れ葉もやりたい。3月15、あれですね、公演ないか。え、15日って何、公演ない、もしかして。え、だからシャンシャンとはあれやって、お示し言ってるじゃないですか。もうシャンシャンとはお示しです。誰が何と言おうとお示し、お示し、お示しをします、やります。お示しか禁じられた二人をします。絶対に、必ずしもあと、ありがとう。バー持たせてくれるの優しい、最高やん。そうやな、ちょっと喋っといてもらおう。そうしよう。あと、ありがとう。しめし、きょうちゃんが白です。当たり前やん。そう、シャーシャンがお姉さんで、で、きょうかがシャーシャンを追いかける。いい、めっちゃめっちゃいい。いやー、絶対にやりたいな。シャーシャン絶対に笑っちゃうって言ってるんですけど、よく。きょうちゃんはガチでやりますよ。あと、マシュマロありがとう。今日もシャーシャンとのお示し絶対にやりたいな。もしもうほんまにどうしよう、最後までできひんかったら言い続けます。じゃあもうほんまにやりたい、本気で笑っちゃうかな。そう、なんか見てる人に 笑っちゃいそうじゃない。今日か多分大丈夫やけど、多分シャンシャンとファンの人が多分笑うと思う。キョウちゃんがガチすぎて、ってなっちゃいそう。え、オールナイトフジコまだ見れてないんですよ。だから、あれでも TVer とかで見なきゃいけない。セリフのところが楽しみ。京子が考えますよ。なので一緒にやってください。お願いします。俺結構ずっと言ってない。なんか1年ぐらい言ってる気がすんねんけど。禁じられたもんめっちゃいいけどな。でもお示しやりたい。あと、ありがとう、ラブレターありがとう。いうか、でもね、なんかお示しめっちゃ好きでね、ベル公演の時毎回見てたんですよね。示しとリターンマッチが大好きでした。まあ、リターンマッチもやってみたいな。え、そう、なおさんのお示しが大好きすぎて、めっちゃもう毎回それを楽しみにしてて見てました、よく。懐かしいな。めっちゃ前ですよね、結構。まだ何もかも分かってなかった時に。ハートありがとう。懐かしいなぁ。ゆうさんのリターンマッチ大好きだったなぁ。水色めっちゃかわいい。やりたいユニットがたくさんあります。ユニットやりたいです。ベル公園のきょうちゃん住みたい、めっちゃ楽しそう、やりたい。いや、ちょっとほんまにベル公園見に行けへんかったのが結構最大の悔い、最大の悔いです。聞こえして、ちょっとね、暖房で目が乾いちゃってやられてるので無理です。ココイチ懐かしい、またやりたいな。ハートありがとう。うわ、わがままな流れ星やんな。やりたい、めっちゃ。
マシュマロありがとう。キュピちゃんが枯葉やってほしい。やってみたい。ほんまいつかやってみたいです。枯葉哀愁ですね。めっちゃそうです。明日中間発表なんか、まあ実感なくて、まず何時かも分かんないし、どんな感じで発表されるかも分からない。明日あれかと思ってた、なんか集まるかと思ってたら違かったですね。どんな感じで発表されんのやろ。あれかな、サイトとか分かんないけど、鉄な見てると次こういうのやって思う時があります。わかる。なんかダウト終わったらシーンみたいな、ね、わかります。何も知らん教科は、私は I don't know ですね。やっぱなおさんとエゴさんのお示し過去最高。わかる、めっちゃわかります。マジでめっちゃ好きでした。ガルハシャーシャー待ってたけど一人で行ってくる。やりたいそれずっと。あ、ブーきょうちゃんです。私ずっとシャーシャー待ってたんですけど、一人で行ってきます。いけそう。マシュマロありがとう。寒い。で枯葉めっちゃやりたい。儚げ顔じゃない、失恋顔と言いますか、失恋顔できる曲やりたい。あ、みんなも知らんねや。なんかどっか書いてると思ってた。じゃあ何時に発表とかも知らんの。知らんねんな本気で。そう、明日ですよ。キュッピー可愛かった、ありがとうございます。また来てね。楽しかった、楽しかった。今日もホログラムやりました。すごく好きです。推しメンを思い浮かべながら踊るといいですね。すごく、君がいないならこんな世界は何も面白くない、きょうちゃんやん、きょうちゃんの曲やって思いました。みんなもそうですか。てかさ、ファンは推しに似るって言うやんか。じゃあみんなってもしかしてメンヘラですか。いや、おでちゃんはメヘラじゃないけどな。ハートありがとう。じゃあ結構みんなも実は愛重めってことかな。みんなも何も知らんねや。ちょ、困ったなこれ。どんな何時なんやろ、聞いてみる。逆に心配なるほど、まあ、嬉しい。失恋悲しみ顔好きなんですよね。じゃあなんか、じゃあ結構一途なんじゃない。あれ、一途もしかして、ワンちゃん、ワンちゃん一途、もしくは何人か好きな推しがいるけど、でもガチで同じ熱量みたいな、そんな感じじゃないもしかして。お、でもきょうちゃん好き好きだ、わーい。サイリウムありがとうね。ランクインできてたらいいな。まあ中間発表なんでね、まあこっからですよ、上がっていく上がっていくまだやけど。だから僕もゆきさん好きなんや。一緒ですね、渡さんけど、絶対に渡さんけどな、絶対にな。ワンチャン一途ですね、ワンチャン一途じゃない。きょうちゃんに内緒やけど、今日の公演ミキさんにキュンキュンした。それきょうちゃんのショールームのコメントに言ってたら、きょうちゃんに内緒にできてへんやん。なんならオープンやん、めちゃめちゃ。
何してんねん何してんねん。え、てかね、今日ねツイッターのトレンドにルシファーっていうのが入ってて、え、待ってと思って、ルシファーの時代来たみたいな。なんか結構最近マリーちゃんブーム来てないかな、知らんけど、なんかマリーちゃん流行ってるやん多分。だからこれに乗ってルシファーいけんじゃないと思ったら、ルシファー違いでした。 R1 グランプリ見てないから分からんねんけど、そっちっぽかったですね。芸人さんのことっぽかったです。悔しかった。このルシファーが流行ってるみたいな、来たーと思ったら違うかった。めっちゃテンション上がって一人で、え、ルシファーとか言ったのに、あ、違いました。くっそー、ディズニー行きたいよー。だけどね、あのプレミアムガチャの方のあのラインナップ見てたらルシファーいました。だから引き続けてたらね、いつかルシファーゲットできます。頑張る。だからコインください、コイン欲しい。マシュマロありがとう。キョピョチはありがとうね、また来てね。レンボスターラブレターありがとう。めっちゃ可愛くない、ハチワレの上にいるルシファーが可愛すぎる。なんか最近さ、めっちゃ眠いんやけど、ずっと、なんでやと思う。ハートマシュマロありがとう。めっちゃ眠い。なんかね、化粧水買ったんですけど、なんか思ってた色と違くてびっくりした。開けてまだ使ってないけど、あとありがとう。シャーシャー愛が美しかったです。美しい、嬉しい。愛は美しいですよね、わかります。春眠焼き覚えず、何それ。春は眠いってことやな。春って眠いってよく言うな。なんか最近眠いって言ってたら、ママもよく春やからちゃうってよく言ってました。だから多分春やからですね、多分。啓蟄木村かかっこよかった、可愛くいてほしい。ハートありがとう。トーク会前に12日公演行くからキュピロスカイ行きそう。いっぱい会いに来てね。え、えら、あずあずの寝起き写真いっぱい持ってるって噂を聞いて流出のお願いに参りました。寝起き写真なんて持ってないよ。どこの誰の噂寝起き写真、寝る前写真とかあの二人揃ってマジ誰みたいな顔してる写真ならいっぱいあるけど、それ流出させるとね、こっちにも被害来るんですよね。二人で撮ってるから絶対に見せへん。ハートありがとう。やっぱ春眠じゃなさそう。春眠暁かっけ、結婚してちょっと春眠暁なので無理です、覚えずなので再利用もありがとう。つむつむ頑張るありがとう。お示し誰としたいのかな、聞くまでもないんじゃないの。バブだから常に眠、そうバブだから常に眠なのです。バブなので眠なのです。ハートありがとう。サイリウムありがとう。かっけえ。マシュマロありがとう。寝起きでもバキバキダンス踊れそう。今日か寝起き悪いから無理ですね。一つお利口さんになりました。キャンディーありがとう。え、アンズがやってた？寝起き写真っていうか、寝る前の、マジ結構ホラーチック。結構ホラーチックです。
なので絶対に無理。何それ振り？もしかしてあんずちゃんみんなに見せてほしい。絶対送らんけどな。結構ガチっておもろいで、ね、二人揃って。え、なんかね、京香とあんずのルーティーンがあるんですよ。なんか最近できてないけど、二人で歯磨きしながら動画撮ってる、いつも。そのね、動画が面白すぎるんですよ。ハートマシュマロありがとう。体力面で心配？え？バリ元気？なんならさ、なんか今日帰りくるみちゃんと、え、明日公園ないの寂しくないって話してました。なんか毎日なんか1回出てなんか何4日連続みたいな、なんか最近連続が多いやん。だから1日今日やって明日公園ないっていうのがなんかすごい違和感で不思議で、だからちょっと寂しい。だから明日も公園やろうや。制服の目公演やりたいです。寒い、寒すぎる。サイリウムありがとう。その元気分けてほしい。いやこれはもう若さ原因、若さゆえなのでね、無理です。そう、元気すぎると思う多分ね。でもね、これなんで元気かなっていうのはまあ考えなくても分かるわけですよね。今日朝じゃない、あの MC でも言ったんですけど、推しメンに生かされている、そういうことです。推しメンのおかげで今日は毎日元気に過ごせてる。推しメンというか、もう好きな人、うん、そういうことですね。ハートありがとう。音符ありがとう。そう、制服の目公演めっちゃやりたいんですよね。毎日夜飯やるだけ、キョウちゃん尊敬の存在、嬉しい。最近ね結構毎日やってます。ヘイちゃん可愛かった。え、そう、ちょっとね、いっぱい会えるから幸せ。推しメンに舞台裏で会えるってどんな気分なの。そう、いいでしょう、いいでしょう、すごいでしょう。開演前も開演後も一緒にいれるし、いいでしょう。ハートレインボースターマシュマロありがとう。だけどまあちょっとね、これからもっと強化頑張って、もっといろんなお仕事を一緒にやりたいなって思ってます。ずっと最近だから、強化は好きな人と一緒にもっといろんなことをできるように頑張ろうって気持ちで毎日頑張ってるから、ほんまにあの推しの力ってすごいんですよ。まあ今日からみんなにとってそんな存在になりたいと思います。よろしくお願いします。14日待ってます。やっぱね、劇場公演とかでしか一緒にやることはできないから、ちょっとね、もっとなんか一緒にいたいです。そういうこと、そういうことです。あのラジオとかなんかもっといろんなことしたい。だから頑張ります。そのために今日が頑張らないといけないんだ。マシュマロありがとう。結婚してちょっと頑張らないといけないから、今日は今日が今頑張らんとあかんから無理なんです。ごめんね、ごめん、今頑張らんとあかんから。マシュマロありがとう。それはできないよ。推し飯かほさんと言ったらいろいろ面白そう。ちょっとかほさんの推し飯見てみたいですね。今日は多分途中で叫ぶと思うんで無理かも。多分ガチニヤニヤしちゃうと思うから危険です。鈴公園、いい公園の今日ちゃん見たことないので今度行きたい。ぜひ来てください。ミニライブね、いつかね、許可も頑張ります、できるように。お花見漢字？え、頑張る。そうなんですよ、もっと頑張らないといけないから
マシュマロハートありがとう。ロケのお仕事やってみたい。やっぱり配信したそうしてますよ。待って24万コイン。え、すごっ。ガチャ引き放題やん。いいな。どうやったらそんなにコイン貯まんの。いいな。だからなんかコインが欲しくて今日めっちゃ招待送りました、いろんな人に。ならゆねちゃんもアプリ入れてくれたらしい。かほさんとシャーシャーのお示しやった時のきょちゃんやばそう。え、でもちょっと見てみたい気持ちはあります。キャンディーありがとう。あ、そう、お示し、シャーシャーとお示しは絶対必ずいつかやるので皆さん期待して待ってくださいって勝手に言ってるけどどうしよう、断られたら。ちょっとごめんきょちゃん、それはできないって言われたらどうしよう。マシュマロありがとう。ハートありがとう。ね、課金はしたくないんだよな。レインボースターありがとう。口にすれば叶う、そういうことですよ。シャーシャンとお示しやります、よろしくお願いします。必ずしも頑張る。きょうちゃんならアンズのすっぴんの写真たくさん持ってると思ってた。持ってるよ。マジマジでおもろいで。でも人のすっぴんにマジでおもろいでって言ってるというか、まあ2人で並んでるすっぴんの写真がマジで面白いんですよ。マジでおもろいんですよ、それが。でも最近さ、なんかあんま撮ってないねんな、多分。最後トーク会したんいつ？え、違うぞこれは。え、いつやっけこの辺。あ、こん時ちょっとで早速ちょっとおもろいの出てきたわ。おもろい。え、ツインテール、めっちゃ高めツインテールきょうちゃん出てきた。それ世に出したら振り振りですか。今日も公演お疲れ様ありがとう。頑張りましたよー。ハートレインボースターありがとう。きょうちゃんのスピン好き、ほんまにダメダメ。そう、高めツインテールやりたいんですけど、なんか似合わんねんな、あんまり。今ツインテール似合う人羨ましい。ハートありがとう。マジでキレられそう。ハートありがとう。インスタグラム解禁してしまって、インスタグラムの文字かっこよすぎん。マジ早くインスタグラムね。いや、ほんまにそうよ。申し訳ないけど、ちょっと誰よりもインスタしたいって気持ちはあります。負けん、負けない、ふん。11日久しぶりに公園行けるし、土曜日特会で頑張ってます。楽しみ、頑張っていきます。楽しみ。マジなんかめっちゃ久々。今日もお疲れ様ありがとう。今日も頑張りました、ハッピーキョッピーです。寒い。え、あのインスタ早くやってさ、あれやりたい、あの質問のやつ、あれやりたいから、みんな送ってきてな。早くインスタやりたいよ。夢できょうちゃんに会った。え、嬉しい。なんか夢に登場するのってさ、まあ、結構その人のこと考えてるってことじゃない。嬉しい。
寒っ。ドッジボール。まだおみくじ今日じゃない。全然出えへんやん。悲しいな。ハートありがとう。今日メール全然送れてない。だからメールを送らねば。じゃあこの写真にしようと。ギアルギギアルギギギアルありがとうございます。ドッジボール逃げる狭いため、そう、キュキュキュちゃんはほんまに小学校の時ね、毎休み時間25分ぐらいの休み時間、お昼休みとその間の中間の休み、午前中のやつも、もう毎回外にドッジボールとかしに遊びに行ってました。結構もうなんか男子とかめっちゃ一緒にやるぐらい活発な女の子でしたすごくない？めちゃめちゃ陽キャ。今日がね、ほんまに小5までめっちゃ陽キャやったんですよ小5までで、ね、多分小5ぐらいまでかな。めっちゃ陽キャ。多分中学校もかな。中学校の時も結構陽だったんですよ。明るかったんですけど、高校生ぐらいかなんかどんどん、あ、落ち着いたってことかな。小6の時もちょっと微妙かったけど、中学校の時もなんかみんな友達みたいな全員友達みたいな感じでした。中学校の時は結構ガチで全員友達でした中学校の子がっていうよりもなんか周り友達多かったんですよ、中学校の時おもろ、なんかもうみんな友達みたいな。あ、そう、それで小学校の時ずっとドッジボールしてたんですけど、なんか結構最後の一人になる時まで結構ね残ってて、みんなめっちゃ必死な顔しててめっちゃおもろかった。今日がめっちゃ逃げ足だけは得意で、てか反復横跳びめっちゃ得意で小回り効くんですよ結構。だからめっちゃ逃げれんねんな。でも投げられへんし人に当てられへんけど、めっちゃ逃げれるからめっちゃ最後まで残っちゃって、なんかもう前も後ろも敵だらけで、なんか一人だけめっちゃ狙われた思い出があります。だけどめっちゃ逃げれました。すごいみんなにガチな顔されました。寒い。今日がほんまにハンドボール投げもめっちゃ下手くそやったし、ボール投げのあんま得意じゃなかった。キャンディーハートありがとう。中学校の人生めっちゃ楽しかったな。寒
すぎる。あまりにも寒い。ハートありがとう。あと鬼ごっことかめっちゃしてた。それぐらい小学校の時は活発でした。どこに行ったんだろうな。すごいな。かわいい。今日はね、ミオさんのツインテールパクパクできて嬉しかったです。きょうちゃん、ミオさんのツインテールが大好きなんですよ。かわいい。ミオちゃんかわいい。え、ドッジボールしたい。え、なんかあの SKE のメンバー全員であの遊びたい遊びたい。運動会とかしたい。え、なんか全員集まりたいなんか全員に会いたいんですよ。わかる？伝わるかな。え、みんなもさ、みんな好きでしょ。なんか全員好きでしょ。だから全員大好きだから全員に会いたくて、だからあの本気で運動会したい。無理ですかね。結構ガチでお願いしたいぐらい。でもちょっと走るのは嫌いなんだよな。だからなんか玉入れとか綱引きとか、あとなんかあの幼稚園の時にやったあのカラフルな布をこうバサバサするやつ、あれをとかやりたい。なんかゆるくね、ガチリレー、なんかリレーとしんどそう。マシュマロありがとう。うん。そんな好きな人からのボールはさ、わざと当たりに行くよな。キャッチするのもいいけど、わざと当たりに行きたいよな。わかる？誰もそんなこと言ってないか。あ、飛び箱めっちゃ得意やった今日か。おしりんさんも、おしりんさんへばっちゃう。大丈夫ですよ、きょうちゃんがいるから。一緒に頑張ってもらいますどのチームが優勝すると思う？研究生でしょ。キッズだからね、やっぱり。キッズは元気なんで。え、玉入れやりたい。ハートありがとう。いいな、楽しそう。チーム対抗運動会。え、めっちゃいいやん。え、楽しそう。やりたい。え、そう、研究生にはなんて言ったってね、杉本リーナがいるんですよ。杉本リーナがいるので大丈夫です。すごい、1周年。さすがシャシャン。マシュマロありがとう。あと誰やろ。え、ドッジボールとかなんかバレー、やっぱドッジボールやりたい。え、11期は絶対リーナが一番運動神経いいと思うねんけど。え、12期の子って誰が運動神経いいやろ。松川美優ちゃんとか、ちょっとわかんないけど。ミヤビームとか運動神経良さそう。わからんけど ゆうねさん大丈夫かな。ゆうねさんやばいかも。ゆうねさん大丈夫かな。ボンジュールちゃん、相撲系なくない？運動会で相撲、手押し相撲とか。え、手押し相撲やりたい。え、手押し相撲やりたいんですけど。ココハもバレーボールやってた。あー、そうか、ココハもバレーボールできるし。え、あのさ、サラちゃんもさ、なんか部活やってたって言ってなかったっけ？バレーボール？
分からん。ソフトボールやってた子いる、松川美優ちゃんかな。え、なんかみんなさあれですね、運動神経良さそう。確かにユーネとサックがおるから多分無理やわ。11期は12期のみんなに、あ、ユーニャン頑張れ、分からん。あ、ソフトボールなんや、サラちゃん。うん、かきれなバスケ。え、じゃ11期の子たちめちゃめちゃ運動神経やん。11期終わったわ11期終わりましたえ、でもきょうちゃんは結構運動神経いいです。何でもできます多分。でもね、サッカーできる、サッカーねめっちゃやってた。いやほんまに今日が放課後も休み時間もずっとスポーツしてたんですよ。サッカーかバスケかバレーボールかドッジボールか絶対どれかしてて、だからサッカーは放課後にめっちゃ友達とやってた印象。マジ何でもできます、長距離以外。あと走り高跳びみたいな。あ、水泳はマジ嫌いです。水は無理、ほんまに無理です。なんか無理、水はちょっと無理、なんかほんまに無理です。本気で嫌い水泳。もう水泳の授業がマジ嫌いで、結構ほんまに毎日ストレスを感じてました。だからといって自分はねボール別に持ってなかった。なんか友達のボールで一緒に遊んでた楽しかったなあの時。やっぱ小学生って最強やんな、わかる。え、長距離ほんまに無理やねんけど、ほんまにできひん。マシュマロありがとう。え、水泳ほんまに嫌い。え、結構ねほんまに中学校の最初の水泳記録3メートルとかでした3メートルって歩いた方が早ないと思った。なんなん水泳って、無理でした。もう先生怖いし寒いし、え、ほんまに嫌いやった水泳。なんか水泳なんかさめっちゃ面白い話思い出した。今日中学校の時水泳見学してたんですよ嫌やったからかな、みんなで友達と一緒に見学してて、でなんか喋ってて、ほんならめっちゃ怒られて、多分、ね、あんま覚えてないけど多分怒られて、なんか生徒手帳みたいな、友達の分まで優しさで許可を取ってあげたのに、なんか友達に渡してあげたら、なんかそのことまで送られて、友達ね、セットでしょ、取るんじゃないよみたいなめっちゃ面白かったあれ、え、みたいな意味わかる。じゃ、なんか優しさでね、なんか持ち帰るものを友達の分まで自分と一緒に取ってあげて渡してあげたのに、それまで怒られた記憶。だからもう体育の先生懐かしい。え、そう、最初の懸垂やったっけ、懸垂じゃないか、いや何やったっけ、水拳じゃない、何やったっけ、あの壁蹴るやつ、あの助走みたいな、これなんて言うっけ、懸垂みたいな、それだけで多分終わった。クロールみたいな、さよならクロール青い、あ、蹴伸び蹴伸び蹴伸び、それです。多分それで、なんか正直水泳のテストは蹴伸びでどこまでいけるかみたいな、そういうのでしたの。え、だって蹴伸びしてて多分沈んでいって、それで足ついちゃって、あ、終わりました、はい3メートルみたいな、そんな感じやった。
そう、優しさで取ってあげたら今日かもなんか怒られたみたいな、めっちゃ面白かったあれ、えみたいな懐かしい。中学校もなかなか、中学校めっちゃ愉快で楽しかった。ね、さよならクロール懐かしい。だから毛伸びで3メートル1点多分すごくない？すごくない？すごいでしょう。一昨日のいい声のパフ良すぎて久しぶりに来た、嬉しい、また会いに来てね。やば、懐かしい。でもね、すごいことにその3メートルしか泳げなかったのに卒業するときにはもう25メートル泳げるようになった。すごいでしょ。なんかでもほんまに水泳嫌いやった、しんどいし、しんどい、めっちゃでもプール行きたい、普通に遊びに。最近プール行ってない。なんかね、今年の夏全然何もしてないんですよ。プールも海も行ってなくて、何してたか覚えてない。夏ってやっぱ遊ばなきゃ無理よな。ウォータースライダー無理やねんな、今日か怖い。なんか一人で行くの無理、あの二人で二人乗りのウォータースライダーならいいけど、一人は怖くて無理。なんか前全然滑らんくて困ったことある。やばい、閉じ込められたらどうしようと思って、ちょっと怖いからね。ナイトプールとか行ったことないけど、どこでいつやってるかもわからへん、怖い。暗いやん、危なくない？だって日焼けしたくなかったのかも。わ、確かに結構気をつけてたような気がする。うわ、なんか夏日焼け対策しないとあかんのめちゃめんどくさくて無理。キャンディーマシュマロありがとう。来週たくさんキョウちゃんに会えそうなので楽しみです。キョウちゃんも楽しみです、待ってるね。ウォータースライダー怖いよな、速いし、なんか怖い。マシュマロありがとう。寒すぎる。鏡から見てた。ね、さよならクロールまたやりたいな。寒い、寒すぎる。
で寒すぎるけどなんか暖房つけたら目乾くからつけられへんくて無理なんですよ。私服楽しみ、ハートありがとう。あのね、なんかこの間買った服出してハンガーにかけました。可愛かった。めっちゃ寒すぎるかも。かつける寒いけど。え、昨日お風呂浸かりました。あったかかったです。めっちゃよかったですハートマシュマロありがとう。今日も楽しかったな。かわいい。ハートマシュマロありがとう。さよなら黒オル。来週トーク会楽しみ。もう緊張してきた。ドキドキしますよね。嬉しい。え、じゃあちょっとみんなあのじゃ あ来週からトーク会が始まるけどみんな今どんな気持ちですか。聞かせてください。楽しみ、ドキドキ、緊張、どんな気持ちですか。わーいわーい。きょうちゃん京都はどこ行ったの。あれです、あの嵐山に行きました。で嵐山行ってあのいっぱい食べ歩きして、え、じゃあその時のお話してあげる。嵐山行って、あ、まず雨降ってきて、なんか雨降っとったこの日ちょっとだけね。だからあの全然京都感のないワッフルを食べました。めっちゃ美味しかったです、チョコ味で。その後幼児屋みたいななんか有名なやつ行っていちごラテ飲んだ。これめっちゃ美味しかったです。で竹林竹林竹林行って写真撮って、で湯葉チーズ食べました。湯葉チーズバリ美味しかったです。あとあのこの有名ななんかお団子食べました。写真撮ったのでまた送ります。でいっぱい歩いて、あ、でもなんか京都らしく抹茶飲んでみようぜってなって抹茶飲んだけどめっちゃ苦くてびっくりした。シャンシャンタピオカ一緒に行けたかもって言ってた。え、シャンシャン早くキョウちゃんとデートしてください。早くシャンシャンとデートしたい。早くシャンシャンとデートしたい。やばい、早くシャンシャンとデートしたいボットになりなりかけている。たくさんお話できるから楽しみね。楽しみ、嬉しい。マシュマロキャンディーありがとう。竹林です。そう、竹林でね、あの2人とも骨格ストレートで結構この首に巻いてるマフラーに頭悩ませてました。え、着物バリ寒かった。え、びっくりしました。え、びっくりしました。めっちゃ寒かった。きょうちゃんってとことん優しい。え、ほんまに。え、ほんまに。ハートありがとう。マシュマロありがとう。まあそんな感じで楽しかったです。めっちゃ楽しかった。早く会いたいやよ。いっぱい写真撮ったねんけどやっぱこういう時にインスタがないのってめっちゃ辛いなって思う。写真撮れば撮るほど辛いうわ、この写真とかあげたいなみたいな思うけどないからさ。めっちゃ寒かった。人力車乗ってない。あとキャンディーありがとう。すごい楽しい時間でしたな。何から
しかったな、早く会いたいな。カムクラ食べたい。そうインスタ始めたらもう毎日投稿一生できんじゃないってぐらい、あの今まで投稿できてなかった写真をねいっぱい載せたいと思います。シャーちゃんと写真撮りましたよ。マシュマロありがとう。そうインスタやりたい。明日何しようかな。えね、明日何しよう。ちょんま暇なんですよね。なんか別に今何にも襲われてないというか、何あ迫られてない、ちょっと分からん。やばい、早く11期に会いたい。え全然6人揃わんくて無理。マシュマロありがとう。あそうモバメでねいっぱい送るんですけど、なんかまあどうしても公演の写真とかが多くなっちゃうからなかなか送る機会がなくて。うわ鎌倉遠征視野に入れとこういやでも1日しかないからね、めんどくさいねんな。サムマシュマロハートありがとう。でででででででえそう全然6人揃わへん。サムサムサムすぎる。マシュマロハートありがとう。で今日さめっちゃさめっちゃユニバ行きたい欲に駆られてました。ユニバ行きたい、もうユニバとディズニー行きたいから、ほんまに誰か一緒に行ってください、お願いします。そう最近11期の LINE にめっちゃしょうもないことばっか送っちゃう。なんか LINE あの写真送ったりスタンプ送ったりするけど、リーナマジ1秒ぐらいで返信してくれる大好き。マシュマロありがとう。確かに今春休みはやめとこう。3月4月は多分人多いからやめとく。やっぱね人多い時は嫌やね。人多いの時に行きたい。もうほんまにディズニー行きたい。誰か一緒に行こうよ。マシュマロありがとうございます。ほんまに1秒ぐらいで返信してくれる。優しいでしょめっちゃ。4月空いてる？ほんまに？もうあっという間にトーク会が始まります。ミキさん進んでる。たくんだよ今日のマニーレインボースターありがとう。あ、きたくんだよ。今日のルシー、今日のルシー呼んでないのに来たくんだよ。今日のルシー、今日のルシー、今日のルシー、ルシーかわいい、今日のルシーかわいい。来たくんだよ、来たくんだよ。今日のルシー、ルシファー、わー、マシュマロありがとう。かわいい、来たくんだよ。え、来たくんだよってなんなん一体。かわいいね。マシュマロありがとう。ルシファーが一番可愛い。マシュマロありがとう。
え、そう、だから最近ね、何々くんだよってめっちゃ言ってる。なんかやばい、切り抜かないでください。マシュマロありがとう。どうでもいいけど、え、サクのお姉ちゃんときょうちゃんがどっちがギャルか悩んでました。きょうちゃんギャルじゃないよ。キャンディーハートありがとう。今日のルーシー北くんだよめっちゃ浸透してると思って、すごい。マシュマロありがとう。そう、前なんかタピオカが好きすぎて、なんか一粒一粒噛むたびに幸せを感じます。マシュマロありがとう確かに、まあ、11期の中でしか流行ってないけど、もっとじゃあこれ全国的に広めていこう。きたこんだよ、それやばいくんだよー、ありがとくんでーすとか。起きろ朝だぞボイス、あれですね、生誕くじですね。生誕くじの時期がもうそろそろやってくんじゃないのかな、これで。かわいい服欲しいな、最近全然買ってたわ全然。え、ダーリッチが一番かわいい。最近全然買ってないけど、もう新作出んの早すぎて追いつかれへんねん。来たくんだよマシュマロありがとう。寒すぎる、寒いくんだよ。サイリウムありがとう。うわかわいい、ありがとうペンギン、パタパタありがとう。寒いくんだな。きょうちゃん今日も可愛いでしょ。あっぷにゃーい。つむつむしたい。レインボースターありがとう。最近きょうちゃんの配信しか見れてなくて、さくちゃんのそれ把握してないので勉強します。めっちゃおもろいぜ。きたくんだよ、マシュマロありがとう。懐かしい。人の特徴を捉えるの得意なんかもしらん、知らんけど。えっわ、マシュマロありがとう。今日も楽しかったな。キャンディーありがとう。じゃあみんなの今日一日楽しかったこと教えて。え、てか今日さ、いつもさ
なんかキョウちゃんファンの人ってなんか大体いつも同じ場所に固まってるって言ってるやんか。今日ほんまにそれでなんかキョウちゃんファンの人めっちゃ上手におることが多かったんけど、固まってることがね、上手の後ろの方に固まってることが多いなって思ってたけど、今日はあの下手の後ろブロックに結構何人かいました。だからしかもめっちゃ同じ場所におって、えそんなことありますかと思いました。今日も固まってましたね。ケンディありがとう。たまたまにしてもすごくない、そんなことあんの。マシュマロありがとう。えてか今日土曜日なの知ってた？今日人多いの土曜日やからか。あとね今日はね朝からあのなんかあのちゃんと1時間半前ぐらいに起きたのにダラダラしすぎてめっちゃ時間なくなって、めちゃめちゃ急がないといけなくて、いろいろ巻き込まれてて、配信見てる今が一番楽しいです。よかったそれは。キャンディーありがとうね、不思議。キャンディーありがとう。寝坊して、あ寝すぎやん。マシュマロありがとう。みんな今日も見てくださいアーカイブ。あ今日の見どころはですね、シャーシャンとコツンってしてるところですね。あとはいつものキョウちゃんの大好きな大好きなあのユキさんとペアになるところです。今日も見ようっと。もうね毎回そこが楽しみなんですよ、アーカイブ見るのも公演するのも。スーパーサイヤピータイム映ってないの？悲しい。だってあれ定点でも映らんしさ、その動く方のカメラでも映らんかったらもう誰にも見られることないんやで。今日めっちゃ幸せハッピーキュッピータイムやったのに。キャンディーありがとう。何してたか知ってる？見た人おらん？この中に、この中に。じゃあ今日のマイベスティのスーパーサイヤピータイム見たことある、見たよって人いますか？お客様の中にいらっしゃいますか？重点音がかっこいい曲好きになってきちゃった。え重点音いいでしょ、めっちゃ。キャンディーありがとう。いないの？可愛かったのに。見たかった。キャンディーマシュマロありがとう。残念だな、スーパーサイヤピータイムなのに。見てました。あらいました、ギューしてました今日は。ニコニコ。でもちょっと寂しすぎるかも。ミキさんと仲良くしてるってシャーシャーに言われてる時の勝ち誇ってた、キョウちゃんの笑顔勝ち誇ってた。キョウリーありがとう。寂しいなぁ。ありがとうございました。いっぱいルカさんと目が合うところは目を合わせたいし、公演中写真もこれからたくさん撮ってもらえるように声かけたいと思います。京ちゃんって呼ぶのいいけど、篠原京香って名前好きすぎて、篠原京香って呼びたい。ちょっと面白いかも。
自己紹介の時に「きょうちゃん」みたいな「篠原きょうか」ってちょっとありかもな。キャンディーありがとう、マシュマロありがとう。メンバー皆さん大好きだから寂しい、ほんまに。サリムレモスターありがとう。名前の由来はね、だからきょうちゃんって呼びたかったからなんですよ多分これ前も多分めっちゃ前に行くった気がするけど、ワンちゃんと一緒にきょうちゃん見てる。ワンワンワンヤン、マシュマロキャンディーありがとう。やばい、あと4分しかない。かわいい、シャーちゃんかわいい。キョッピーメール、やばい、予定ないの嫌すぎる。どうしよう、明日、明日何しよう、ほんまに。え、ちょっと待って、ほんまに無理かも。一日中寝るのも嫌いやし、でも予定なんか友達おらんしどうしよう。マシュマロありがとう。マシュマロありがとう。え、待って、休みの日って何したらいいん？何をすることがあんの？なんか別に寝るのも好きじゃないし。え、どうしよう、ほんまに。なんか有意義に過ごしたいけど、ほんまにやることなくて今。だからといって日曜日やから多分変に外出ると人多いから気をつけた方がいい。どうしよう、家事もしたくないし。クマありがとう。キョピックマです。マシュマロありがとう。え、どうしよう、ほんまにやることないねんけど。じゃあみんなは何をするん明日。なんかこういう時に車の運転免許持ってってさ、車もあったらさ、ドライブとかできたのに。友達おらんけど。え、映画好きじゃないんですよね、あんまり。てかまず見たい映画ないかも今。今ちょっとでも思って映画見よっかなと思ったけど、そんななんですよね映画。あんま行かんな。最後ほんま2年前とかしか行ってない。五等分の花嫁一人で見に行った。ドラえもんとか。しまじろうやってるやん。なんかおもろいもんないかな。ゴジラ、ゴールデンカムイって何。スパイファミリーやってるやん。いや困ったな。ウルトラマン、無理なんですよね映画。映画無理なんです。マシュマロありがとう。 FC 岐阜の観戦、え、明日あるんですか。おー、今日かおるってなる、もしかして気づかんかそれはそれで悲しいな。マシュマロありがとうどうしよう、ほんまになんか家におるの無理で、家におるの無理なんですよね一日中。え、なんかどっか行こっかな。てかまずなんか分からんくて、ほんま何も名古屋のこと。でもなんか人多いからあんま下手にうろうろすることもできなくて、人おらんとこ行ってみるとか、電車乗ってどっか行くとか。じゃあ帰るよな
いや困った、動物園一人で行かんでしょ、一人では行かんな、多分一人で行ったらこじらせる、え誰誰と来たかったなって多分なるんでそう、誰その誰誰が誰かは多分わかると思うんですけど、こじらせるから一人では行かへん、多分マシュマロありがとう、うん、一緒に行きたかったなって多分なるから無理です、多分どこ行っても一人で行くと多分どこ行ってもダメ、マラソン危な、11、12、13、すごいいっぱい待ってます、マシュマロ待ってます、マシュマロ待ってます、マシュマロありがとう、プロレス練習見学、え明日なんですか、ちょっと何も分かんないけど、会いたい、動物園は安くて癒される、え水族館行きたいけど、だから一人で行ったらこじらせるから無理無理なんですよねウィメンズの季節、何女性ん、マシュマロありがとう、うわカラオケでも日曜やで、絶対人多いやん、なんかどっか行ってみる、どっか行ってみるなら多分今すぐ寝た方がいいな、もう友達おらんからさ、ちょっと一人行動してみようかな、じゃあどこにって感じやけど、レインボースターありがとう、えそう名古屋港水族館行ったことないから行ってみるって思ったけど、でもだって日曜日やで、日曜日に日曜日のあ大丈夫や、危な、日曜日の水族館に一人で行くのはやばくない、さすがに寂しすぎるって、多分家族連れとか友達とかカップルとかばっかでしょ、まあいつ行ってもそうやと思うけどちょっとでも悲しくなっちゃうかも、電車めっちゃ得意、きょうちゃん11期のみんなで遊んだりすることはね全員ではないな、あんまり6人ってむずい、結構集まるの、いいなあ、なんかこういう時にすぐなんか誘えたりする人欲しい、あーそぼーマシュマロありがとう、なんかまあじゃあ1日ぐらいじっとしとけよって思うでしょ、そんな明日休まんかったらまた4日連続公演とかやのにさ、もうゆくじっとしとけよって思うでしょ、無理なんだよそれが、無理なんですよ、ちょっと今日か明日の予定決まるまで無理かも、別に今買わないといけないものもないし、名古屋マラソンなら結構逃げた方がいいんじゃない、名古屋から、でもなんかでも水族館動物園系は人が多すぎると思うからやめます、
でもなんかどこ行っても一人じゃ楽しくないねんな。今日ほんまに一人行動好きじゃなくて、君がいないならこんな世界は何も面白くないですよ。何も面白くない、目に見えるもののすべての色を失った。難しい。もう有意義な一日にしたい別に今何にも追われてないはず。わ、微妙い、微妙い、それはちょっとそれは微妙いかも。マシュマロありがとう。でもね、お菓子買ってきたから、うわ、5時から配信してみるとか嫌だ長スパ、うわ、長スパ行きたい。え、プラネタリウム、うわ、プラネタリウム行きたい。誰も誘う人おらんから無理やって。困ったなぁ、うちなんか行きたい場所もないし、一人行動別に、一人行動別に好きじゃないし、買い物も別に人多そうやし、終わった。え、恐竜いる。え、行きたい名古屋市科学館。名古屋市科学館行ったことないねんな。プラネタリウム、プラネタリウム見に行きたい。なんか欲しいもんなかったっけ。なんかせめてお買い物ができたら気持ちはすっきりするけど、別に。うわ、でもなんかソファー欲しいけど一人で買い物できへんやんか。うわ、違うやん、じゃ中間発表やん。なんかそんなのんきにどこ行こうとか言ってる場合ちゃうかった。しばらくありがとう。もう何時か分からんしな、分からん、どんな感じでやるんやろ。東山動物園、うわ、沼津水族館で遠いな。え、めっちゃ遠いでしょ多分。沼津でいいんかな。7時間どういうこと。無理無理。あー、違う、2時間ね。遠いよな、どう考えても。何しよっかな。サイリウム、マシュマロありがとう。ほんまに友達欲しい。白川郷、え、めっちゃ行ってみたいですん？ん？待っていつから見てくださってたんですか。お疲れ様ですマシュマロありがとう びっくりしたえ、でもね、白川郷ね、今日か名古屋に来る前から知ってた。そう、先生がいらっしゃいました。お疲れ様です。きょうちゃんは明日の予定がなくて困っています。お休み、お休みがちょっと耐えられない
久しぶりです、キョッピーです。やばい、明日の予定が決まらない。もう11時やのに。お家の片付けもしたくないし、お買い物したいものもないし、どこ行ったらいいかわからんし、友達もおらんし。一宮モーニング、え、モーニング有名なの？一宮。一人で日帰りで白川旅行行ったこと、白川郷行ったことある。え、そうなんですか。白川郷ってどうやって行くんやろ。え、行きたいな白川郷。このうん、え、すごい綺麗。わ、待って、自然、自然めっちゃいい。わ、自然いいな、めっちゃ自然な場所行きたいな。寒そう、確かに。うん、キャンディーありがとう。え、あのでもびっくりした、確かにいっぱい雪降ってそう。マシュマロありがとう。車ないと厳しいので、あ、そうなんや。じゃあ車の免許でも買いに行くか。車の免許買いたいねんけど、車の免許でも買いに行く。うーん、雪降ってるかな、ゆきさん。うん、バイクで、バイク、熱田神宮、あ、行ったことある。熱田神宮めちゃめちゃ良かったです。うわっ、うわ、一人だな。ちょっとあの伊勢神宮行きたいなと思ったけど、一人やったからやめました。え、免許買えへんの？だからもういっぱい寝るか、ちょっとだけお出かけしてみるか、カラオケ行くか、家に引きこもるか。マシュマロありがとう。悩む、悩みすぎる。え、休みの日って何してるみんな。え、じゃあみんなは何してるか教えて。教科ほどアクティブな人おらんかも、もしかしたら。なんかその間の一日の休みが許されへんくて、もうほんまに休みいらんくて、なんかもうちょっとでもいいから、2時間とかでもいいから何かやらしてほしい。外に出る理由をくださいってなる。マシュマロありがとう。かといって休みがなさすぎたら嫌なんですけど。散歩、うーん、確かに。DM メム、あー確かに。ドリンクバー飲んで過ごして、え、そうなん？わ、神社行こっかな。そうしよっかな。今日なんか最近神社またハマりだして、なんか結構行ってる。こないだも一日休みの日、どこかな、一日休みの日があって一人で神社行った。だから神社行こっかな。スケートできひん評価、有名なの？知らんかった。うわ、神社行こう。伊勢神宮って遠いよな。でもしかも一人やし、なんか伊勢神宮行くなら食べ歩きとかしたいから、あのちょっと寂しい。友達行きたい。それは熱田は行ったから。はずみ岬って神社あんの？でもこれどこ、最終的にどこ行くかは言わんけど。
事後報告ね、多分それは。マシュマロありがとう。そう、おかげ横丁とかで食べ歩きしたかったです。でも多分それ行っちゃったら、わ、誰かと来たかったなってなっちゃうから、一人で行っても満足できるような場所がいい。電車乗る？でも電車乗りたくないねんな。そ、無理かじゃあ。名古屋神社多い。そうなん？もう羽津岬行ってみたい。羽津神社。キャンディーありがとう。いいな、伊勢神宮行きたい。一人、一人ではちょっと、一人では行かれへん。さすがに悲しくなっちゃう。なんかパワースポット的なところ行きたいねんけど、あまりにも人がおらんかったら怖い。ライトな場所がいい。猫カフェ？一人で行ったら悲しくなるって。車移動はやめた方がいい。車持ってないんですよね。免許も持ってないんですよね。マシュマロありがとう。まだ通ってきた。まだだよ。初めてキョウちゃんのメール撮ってみた。ありがとうございます。いっぱい見ててね。マシュマロありがとう。いいなぁ。キョウがもう免許が欲しい。免許取りに行きたいけど。だるまありがとう。ゆきさんとシャーシャンの生誕グッズね、欲しい。5月さ、ゆきさんもシャイシャンもさ、お誕生日でさ、最高すぎませんか？最高。好き。マシュマロありがとう。サウナは無理。温泉？温泉か。おしりんさんち。にゃはは。おしりんさんに会いたいな。マシュマロありがとう。おでも5月ハッピーキョッピーやな。マシュマロありがとう。ゆきさんの次の日が誕生日。え、いいな。お祝いしようね一緒に。サイリウムマシュマロありがとう。まあ結局明日朝何時に起きるかわからなく、正直今からは、今日はね、なんかもう夜更かししようと思って、夜更かしするためになんかお菓子いっぱい買ってきたから、なんかもしそれが楽しくなっちゃって、もう朝とかになっちゃったら、もう明日の予定はもう終わりです。家にいます。それがもう、もしもう寝る、早く寝ちゃおうってなって明日早く起きれたら、なんかね変わるかもしらんけど、ほんまになんかめっちゃわがままなこと言っていい？今日は明日休みやから夜中まで起きてたいし、で明日は昼過ぎまで寝てたいし、夕方ぐらいまで
だけどなんか一日中そっから家におるのは嫌いやから、外に出たいから暗くなっては欲しくないし、そうお菓子たくさん買ってきた可愛いでしょ。あのデザートティラミス買ってきました。マシュマロありがとう。そう篠原今余裕でーすイエーイ。だから別に何でも、だから逆に何でもやらしてって感じ。別に今すみませんこれやってくださいって言われたら喜んでってなるぐらいには暇です。3時ぐらいに起きる。まあでも3時とかにはさすがに目覚めちゃうかもな。分からん。でもなんかあんまり人多い時に外出たらもう後悔しかしんひんから、やっぱ外出んかったらよかったってなっちゃうから、なんかめちゃめちゃシンポジ覚えてほしいんだけど、今やったらめっちゃ喜んじゃうかも。それ待ってましたってなっちゃうぐらいに暇です。ほんまに暇。なんかもう一日公園ないだけで無理。え、公園出たい、会いたいよ、皆さんに会いたいですっていう気持ち。マシュマロありがとう。ちょっとマラソンだけは出ないです、できないです。マシュマロありがとう。でもね、明日を逃すともう次ね多分1週間、まあ、1週間後にまた1日休みがあるんですよね、これ。トーク会の前の日15日暇なんですよ。もっと公演出たい、どうしよう。それも皆さん、ファンの皆さんなのかメンバーの皆さんなのか、え、どっちもだよそう、トーク会楽しみ、トーク会めっちゃ楽しみ。え、ちょ、ほんまに暇、え、どうしよう、でもほんまに無理、暇すぎる、無理。くら寿司もだって一人で行くの悲しいや。みんな明日何してんの普通に。暇な人探してみる。え、ハートありがとう。もうほんまに暇、マジで暇すぎてもうおかしくなりそう。どうしよう、本気でやることないんだよな。マシュマロありがとう。スタバ行く、どっかのなんかどっかのスタバ行ってみようかな。でも人多いからな日曜日。アルバイトする。え、タピオカ屋さんやりたいねんけど、ここで働かせてください。ほんまに暇が嫌い。なんかもうたったこの一日、間一日の休みすら嫌いですもうほんまに暇すぎる。10日間で8回公演出てる人の発言、確かに。もっとな、いきます。誰に似てこうなったんやろ、なんでこんなアクティブなんやろ。パパかな、ママかな、パパな気がする。めっちゃアクティブ、一日中つむつむ。なんかだからこの間、一昨日、昨日午前中しかやることなくて、午後から暇やったから、めっちゃ明日ホワイトデー、違うよ、やめてよやめてよそんなに何話したっけ。そうだから一日中その DMM 見たりつむつむ見てたらもう気持ち悪くなっちゃって、ロサンゼルスのスタバめっちゃかっこいいな。え、スタバの店員さんやりたい。スタバの店員さんやってみたかったよな、いつかやってみたいなと思ってた。
モゾワンダーシティね、調べてみます。どこにあんのこれ、楽しそう。愛のホログラム本当に素晴らしい、嬉しい。マシュマロありがとう。明治神宮って東京じゃない？え、渋谷にさ、原宿にあるやつ？やんな、多分。明治神宮さ、こないだ、いや、こないだ、1年前、2年前ぐらい、1年前ぐらいかな、行ったねんけど、めっちゃ良かった。え、ここかな、ちょ、分からんけど、なんか、バリ木みたいな、めっちゃ良かった。マシュマロありがとう。で、結局さ、明日何すればいいの？え、なんか、誰かいませんか？今、ちょっと誰か見てませんか？ほんまに。ほんまに暇すぎて、もうどうしたらいいか分かんなくて、もう誰かマジ救ってください。今日のこと誰か見てないですか？見てないよな。誰か助けてください。この暇を救ってください。お願いします。もう誰でもいいので、誰も見てないだろうか、助けてください。もうほんまに助けてください。馬力そう、馬力やったんですよ。銭湯とかいいけど、それ2時間で終わるやん、最大。しかも夜やん。じゃあそれまでどうするかっていう。喜びがない。よくわかったな。誰か誰か誰か引っ張り上げて、引っ張り上げて、引っ張り上げて。うん、うわ、ちいかわ見なきゃ。だからなんかこういう時のために趣味があったらなって思うんですけど、趣味なんかヒップホップ聞くことしかなくて。あ、じゃあ最近のきょうちゃんのおすすめ教えてあげる。うわー、これだな。いや、これかな。引っ張り上げて、引っ張り上げて、引っ張り上げて。マシュマロハートありがとう。スパルタさんのオーシャンです。オーシャンで読み方合ってんのかな。めっちゃもう始まりから好き。うん、オーシャンですね。多分英語読めないんだ、多分。うん、合ってる。オーシャンって感じな曲です。めっちゃいいよ。マシュマロありがとう。そう、なんか趣味が欲しい。だから趣味、あ、それです。オーシャン。あとは MFS さんのサイコ大好き。 MFS さんバリ大好きなんですよね。確かにショールームいいな。めっちゃなんか今日も多分めっちゃ喋ってるような気が。1時間半ぐらいなんかやってると止まんなくなるんですよね。まあまあ画面をね見続けすぎると気持ち悪くなっちゃうから、あんまりやらんほうがいい。そんな感じ。チーム友達、そんな感じ。ヒップ
ップホップ、ヒップホップでも限界あるからな、一日中なんか聞くとかちょっと厳しい図書館無理だな。レッスン場に行けば誰かに会えるかも。確かに、え、待って、その手があったかも。なんか踊りに行こっかな、じゃん暇すぎて誰かに会いたいからレッスン場行くのやばくない？それはやばくない？でもそれめっちゃ思う。なんかちょっと暇な、なんか間時間、例えば1時間空いた時とかさ、あの座ってるとするやんか、ほんならまあ結構いろんな方に会えるわけですよ。なんかもうめっちゃ嬉しくて、それがあ、お疲れ様ですってなるから、めっちゃ嬉しくて、なんかもう誰に会えても嬉しい。先輩に会えるのはもうもちろんめちゃめちゃ嬉しいですし、同期に会えたらめっちゃ嬉しいし、なんか後輩のなんか12期のみんなにも会えたら嬉しいし、なんかもう誰に会えても嬉しい。もうほんまにそれぐらい大好きなんですよ、皆さんのことがなんか今日バリなんか言ってるけど、ほんまにそれぐらい好きなんですよ、メンバーの全員が。会いたいんですよ、毎日会いたい、本気で。え、みんなもそうじゃない？ SKE のメンバー全員好きでしょ、ほんまに。同じ気持ち。マシュマロありがとう。 NMB さんの公演当日券あるから、え、行きた。何公演ですか明日は。僕の青春マシュマロありがとう。うわ、そうよ、レッスン上結構ありかも、最終的にマシュマロありがとうって言ってガチで言ってたらやばくない？うわ、世代交代公演ですか。あれ、ほんまに見に行きたいんよな。どうやったらいいんやろ。マシュマロありがとう、キャンディーありがとう。ほんまに困った、もうやることなくて。でもさ、なんか1時間ぐらい明日の予定に話してない？タコありがとう。やばいよな。今日か、何か青春公演、え、ほんまに見に行きたいな。1時間話したけど結局決まってない。でもどうしよう、いつもこんなに悩まんねんけど。いや、1日しかないから、1日変えるとかも逆にめんどくさくて。前はなんか1日でもあったら帰りたかったけど、なんか最近めんどくさくて。マシュマロありがとう。猫欲しい、猫と散歩したい。なんで猫って散歩しんひんの？猫ちゃんと散歩したいんやけど、抱いとけばいいか。もう暇すぎる、おかしくなりそう、やばい、暇すぎる、助けてください、誰か。ちょっとテロップ変えよう、もっと30分しかないけど。猫明日何しようえ、そう、モカタンに会いたい。マシュマロありがとう。マシュマロありがとう。うわ、建築物、
今日がね、名古屋の建築物全然まだ知れてなくて、名古屋ってでもなんか丸の内らへんがなんかうおーってなる建築物が結構あるなと思った。会いたい人はおるけど会えへんから暇。わかるわかるわその気持ち。むかちゃん呼んでみて。うあたくんだよこれです。マシュマロありがとう。そう建築物暇すぎるな、どうしよう。てかまず今日え何やろう、なんどうしたらいいの。なんかでもさすがによなんかこの間数日前はもう毎日もう毎日時間ないよーわー、もうだって朝起きて公園行って帰ってきたらもうこんな時間でもう毎日時間がないよつむつむってしてたけど、一日でも休みがあったらもう暇すぎてもおかしくなりそうとか言うんですよ。どうしたらいいじゃんってなるよな。確かに暇を与えないでください。本気で無理。料理もしたくないし掃除もしたくないし家事も別にしたくないし、でもテレビとテレビ台とソファーが欲しいからそれは買いに行きたいけど、でも買っても持って帰ってこられへんからどうしようみたいな。もうどうしよう、もう暇すぎておかしい、おかしくなる。レインボースターマシュマロハートありがとう。で京ちゃんの家割といい匂いしますえでもなんかアロマディフューザーみたいな買ったやつ全然匂いしへんくてめっちゃ悲しい。まあ結局ね多分明日この感じは家に引きこもるような気がします。多分ねめんどくさくて多分寝てるかな。ね、レッスン場行くの結構ありやけど、うん、それ誰にも会われへんかったら悲しい。暇つぶしに行くやばいやろないと頑張ってる感なくて不安なんだと思うよ。めっちゃそれえよくわかる、すごいな。マシュマロありがとう。そうなんですよ、なんか一日でも空いてるとえやばい、なんでもしてないやばいってなる。やばいよな普通に。いや起きて夕方やったらめっちゃ嫌な気持ちになる早めに寝ようかな。夜更かししてもいいことないよな、起きんの遅くなるだけやん。マシュマロたくさんありがとう。明日はどんな一日だったか報告配信決定やん。まあ確かにどうなるやろ、うちわからん。なんか今こうしようってわからん。でも結構明日の中間発表によっては結構一日のテンション変わってくるから、あのワンチャン引きこもるしワンチャン外行くみたいな、どっちかやですね。確かに6.3度、えあったかない朝で。それはマシュマロありがとう。明日はね中間発表があるから多分ねあれそれのそれによって、てかなんか何時か分からん。朝起きたらやっといてほしい。もう知らんよ今日も何もえ知らんやんな、怖い、どうしよう。まあまあ中間なのでね、こっからですよ。だってまだまだでしょ、あれ31日までとか結構ね、まだ中間発表してからがの方が期間が長いから
か投票始まってからねまだそんな経ってない。だからまあちょっと難しいけどまあ大丈夫です、頑張ります。マシュマロありがとう。ほんまに明日やることなくて無理、どうしよう、もう誰かほんまに助けてください、誰か。うん、マシュマロありがとう。マシュマロありがとう。あさって、楽しみ、待ってます。今めっちゃ制服の目公演楽しみでめっちゃ早くやりたい気持ちです。明日我慢すればね、制服の目 S 公演、鉄な、おー鉄な、鉄な、やばい、バリ楽しみで、時間がない公演、めっちゃ楽しみ、やばい、公園いっぱいあるの楽しみすぎてやばい。うつうつ、鼻かゆ、ね、あと15分後にはもうアーカイブ見れるってよ。かわいいよ。そうです、ルッキー生の方々と一緒に出れるのがめっちゃ楽しみです。レアです。あのね、オジリンさんとね初めて一緒に出れるんですよ。いつもねポジションが一緒なんですよ、実はいつもやってたところがね。だから一緒に出たいなと思ってたら初めて出れます、楽しみです。僕明日トーク会に備えてハッピーキョッピーポーズの練習します。みんなこれを特訓しててください。お見送りでとっさにできるぐらい特訓しててください。ツーショットでもやろうね。暇な一日耐えたらトーク会、そうなんですよ、頑張る頑張る、一日耐えます、頑張って、楽しみなんだ。
かわいい、かわいすぎるでしょ、日本語下手、きょうちゃんもよ、私もです。え、てかさ、ツイッターのさ ALT でなくなった、もしかして。え、なんか急に消えたくない？それだけが知りたくて。なんか今までの投稿のやつも消えてるしさ、 ALT ってなくなった、もしかして存在が。え、 ALT なくなった？いや、あれ？なんだろう、なんか。まあ、ええけど。じゃあね、今日もね、そろそろ終わりたいと思います。前回の中間発表の時、劇場にみんな集まって発表してた。あ、そうなんや。え、大丈夫やんな、明日治安できようか。一つ一つ表示させると見える。あ、そうなん。ハートありがとう。ほんまや、あるやん。なんや、え、むず、一回開かなあかんねや。じゃあ、へえ、なるほどね。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。いや、何も言われてないから。あ、そう、くーちゃんとも今日話してたから大丈夫です。マシュマロじゃない、サイリーもありがとう。じゃあランキング読みます。13位、きょうちゃん。12位、ベネロペ。11位、きょうちゃん。10位、アニバーサリー。9位、団子持ち猫。8位、シャシャン、シャシャン。7位、きょうちゃん。6位、きょうちゃん。5位、きょうちゃん。4位、きょうちゃん。3位、きょうちゃん。2位、きょうちゃん。1位、きょうちゃんでした。ありがとうございました。オーシャンめっちゃいいね。え、めっちゃいいでしょ。ぜひ聞いてください。マイブームでした。あ、ゆきさん、みんなバイバイ。じゃあ、おやすみなさい。